皆さん、こんにちは。今回は田中真美子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。大谷翔平選手と結婚して渡米した田中真美子さん、生活の拠点がアメリカとなり、田中真美子さんは英語が流暢で堪能なのではないかという声が上がっており、田中真美子さんの英語力が話題になっています。これまでに真美子夫人の英語力に関する具体的な情報は公開されていないようですが、彼女は英語が話せるという情報がいくつか上がっています。一つ目の理由は出身大学のカリキュラムにあります。真美子さんの出身大学は早稲田大学スポーツ科学部です。偏差値も64から73と高く、単位習得にもある程度の英語力は必要だったと推測されます。また早稲田大学の単位履修基準を確認すると、卒業必須単位数124のうち英語は6から7単位となっています。スポーツ科学部の英語の内容には特徴があり、超少人数でスポーツ特有の実践的な英語を学べるそうです。国際経験豊かなチューター1人に学生4人という超少人数語学講座チュートリアルイングリッシュを必修として設置されています。さらにスポーツ特有の表現法や用語を集中して学ぶ本学ならではの語学講座スポーツ英語も用意されています。これは2023年のカリキュラムを抜粋したものですが、田中真美子さんの在籍していた2015から2018年度のカリキュラムは全く同じなのかは不明です。ただそれほど大きな変更はないでしょう。スポーツ科学部では学生のさまざまな進路に対応した専門教育が用意されているので、特徴的な英語講座で英語力も身につけていたのかもしれません。2つ目の理由は好きな選手がオーストリア国籍のラグビー選手であるジェームス・オコナーだそうです。ジェームス・オコナー選手は英語圏のオーストラリア国籍です。好きな選手のインタビューは注目して積極的に聞くと思いますし、自然と英語に触れていた可能性は十分に考えられます。3つ目の理由はメジャーリーガーの婦人方との会話です。ドジャース開幕戦で愛犬デコピンを抱いて観戦する様子が話題になりましたが、田中真美子さんの隣に座っていたメジャーリーガーの夫人と談笑されていたようで、英語力ある説が浮上しています。また韓国での試合後のドジャース奥様会の記念撮影でもベジータ選手夫人とも会話されているように見えました。会話の動画がないので明らかではありませんが、少なくともコミュニケーションは問題なく取れていたように感じた方は多いのではないでしょうか。4つ目の理由は海外遠征です。真美子さんは学生時代から日本代表選手として海外遠征をしています。ユニバーシアードのような国際大会では参加する海外の選手とのコミュニケーションとして英語は必須だったと考えられます。5つ目の理由は外国人チームメイトの存在です。田中真美子さんはバスケットボールの選手だったことが分かっていますが、富士通レッドウェーブに所属でチームメイトにはオコエ当人花選手がいました。また日本代表チームでは黒爪エブリン選手とも一緒でした。外国人メンバーも多かったのでコミュニケーションを取るためにも日常会話程度の英語力は必要だったと推測されます。6つ目の理由は自身が海外でプレーすることが視野にあった可能性です。大学の履修カリキュラムでも将来学生が国際的に活躍できるように英語のカリキュラムが用意されていたこともあり、海外でプレーすることも視野に入れていたことも考えられます。バスケットボールも男女問わず海外でプレーする選手もいて活躍されていました。真美子さんと仲の良かったチームメイト町田瑠唯選手は2022年 WNBA ワシントンミスティクスと契約し海外でプレーしていました。真美子さんも海外でプレーすることを視野に入れて英語を学んでいた可能性は十分に考えられるのではないでしょうか。7つ目の理由は結婚のための準備として勉強していた可能性です。結婚した大谷翔平選手とは3年前に出会って交際を続けていたのであれば、将来的なことも考えて英語を勉強していたことも考えられます。海外にいる彼の生活環境、海外での生活を視野に入れて学んでいた可能性はあります。そんな真美子夫人の薬指の指輪の輝きに注目集まっています。現地時間3月28日、カージナルスを対戦相手に
米国での開幕戦を迎えたドジャースの大谷翔平選手。2番 DH で先発し、3打数2安打を決め、チームも7対1で快勝を収めました。この日の試合には、大谷選手の妻で元バスケットボール選手のマミコさんが観戦に訪れ、スイートルームで勝負を見守っていました。傍らには、初めての試合観戦となるデコピンの姿もありました。背番号17のユニフォームを着用したマミコさんが、デコピンと仲良しそうに過ごす様子は、癒される、可愛すぎると話題になったものです。さらに、マミコさんの左手薬指には大きな指輪がありました。光の加減か、韓国戦で身につけていたシンプルな指輪よりも大きく、存在感が放たれているように見えたそうです。観戦を報じるニュースのコメント欄にも、いろいろな反応がありました。指輪に目がいっちゃった。すごい指輪とピアスですね、わら。指輪大きくなった。左薬指に大きなダイヤ。みたいなものが光って見えるのは私だけかな。など注目する声が寄せられていました。大谷選手も試合後、自身のインスタグラムにデコピンの写真を連投しています。元通訳の水原一平氏の騒動が尾を引く中、ファンにとっても騒動を忘れられる癒しの瞬間となったようです。大谷翔平選手は3日、日本時間4日、サンフランシスコジャイアンツ戦で2番指名打者 DH として先発出場を果たし、ついに今季第1号のホームランを放ちました。しかし、このホームランボールをめぐり新たな火種が発生していたのです。G アスレチックなど複数の米メディアが報じています。大谷選手は7回の第4打席で、右中間へ飛び込む飛距離430フィート、約131メートルの特大弾を放ち、開幕から41打席目にして待望のホームランを記録します。このホームランボールをキャッチしたのは、長年のドジャースファンであるアンバー・ローマン氏でした。その後は恒例通り、ギブアンドテイクの交渉が行われ、ファンはチーム役員と面会して、大谷選手に記念品としてボールを渡すことについて協議したとされています。大谷選手は試合後、ファンの人と話して、いただけるということだったので、僕にとっては特別なボールなのでありがたいと語っていました。しかし、物語はハッピーエンドで終わらなかったようです。同メディアによると、アンバー・ローマン氏ら夫婦は引き離され、警備員に誘導されてスタンドから出た後、10万ドル、約1500万円の価値があるとされるボールと引き換えに、大谷選手のサイン入りキャップ2個をちらつかせ、ローマン氏がホームランボールを持ち帰るという強硬手段に出た場合、第1項の鑑定を拒否するという脅しもあったというのです。本物であるという認定がなければ、価値が大幅に下落するようです。ローマン氏の夫であるバレンズエラ氏は、私たちは誰かを揺すろうとしているわけではない。ただ、特別な瞬間だった。平等に扱われるのがフェアだと思う。私がとても大切に思っているチームが、そのような対応を取ったことに、がっかりした、と述べていました。ドジャースの対応に不満はあるようでしたが、代わりに受け取った品物に関しては満足しているとのことです。ただ、問題はこれだけで終わらなかったそうです。ローマン氏は大谷選手と、会っていないと発言しているのです。大谷選手のファンの人と話して、いただけるということだったので、という発言を踏まえ、米メディア、ファンサイドのように、大谷はローマンにもバレンズエラにも会っていない。通常であれば、このような白々しい嘘は大きな問題とは見なされないだろうが、大谷とドジャースにとって、今は普通の日々ではないと報じる海外メディアもありました。これに関して、米メディア、CBS スポーツは、問題は、ローマンと彼女の夫が、大谷に会ったことはないと語ったことである。しかし、大谷がファンの人と話して、と言ったのに対して、ブラムの話では、会ったということになっている。これはローマンが選んだ言葉だ。おそらく、それはちょっとした違いだが、翻訳が関係していることを考えると、注目に値すると報じ、言葉の受け止め方の過程で誤解が生じている可能性があると指摘しました。さて、ここ最近何かと問題が続く大谷翔平選手。ドジャースに移籍、結婚と日本でニュースを聞かない日はないくらい、大人気の大谷翔平選手。結婚発表後の初ホームランでも話題になりました。エンゼルスに所属していた際は、家賃50万円の3ベッドルームを借りていたと言われています。
新チームに移籍することによって引っ越しの話が進行していました。ところが2月のキャンプ入りの際にはまだ引っ越しが決まっていなかったそうです。そこで新婚の大谷翔平選手の家はどこなのでしょうか。報道ではハリウッドに引っ越しという声が多いようです。しかしドジャース選手に人気のエリアはスタジオシティ。大谷翔平選手が新居の条件に挙げていた5つを見ていきましょう。条件の1つ目はリハビリや野球に集中できる閑静な場所としています。アメリカの大都市ロサンゼルスは本当に広いです。よくニューヨークと比べられますが、地下鉄や徒歩で移動しやすいコンパクトな街がニューヨーク。一方再開岸のロサンゼルスは車がないと何もできません。ある程度スタジアムから近く、リハビリや野球に集中できる環境となると、ダウンタウンからやや離れた山側の静かな場所になると思われます。条件2つ目はドジャースタジアムから30分圏内としています。ドジャースの本拠地ドジャースタジアムはダウンタウンロサンゼルスのすぐ隣に位置します。通勤時間帯の交通渋滞は通常の 3-5 倍以上かかることも珍しくないそうです。そうなるとドジャースタジアムから車で30分圏内のエリアに新居を構えるのではないかと推測されます。条件の3つ目は奥さんにとって最善であることです。つい先月結婚を発表したばかりの大谷翔平選手、やはり新居は一番家にいる妻にとって最善の家になることが条件の一つとなりそうです。交際も公にならなかったくらいなので2人とも外出はしません。そうすると家でリラックスできたりレクリエーションができたりする環境があるといいかもしれません。条件の4つ目はデコピンの存在です。昨年大谷翔平選手の家族の一員となったデコピン。大谷翔平選手が怪我をした際には一緒に寝ていたというほどの関係です。デコピンはコーイケルホンディエという種類で猟犬の血筋です。ロサンゼルスには愛犬家が多いのでドッグパークという犬専用の公園もあります。しかしデコピンがストレスを感じないように新居探しには慎重になっているという報道もあります。家で走り回れる環境があればデコピンはきっと嬉しいはずです。条件5つ目はゲートコミュニティの存在です。大谷翔平選手が今一番新居探しで重要視しているのはプライバシーではないでしょうか。結婚発表後奥様は一般日本人女性ということでした。しかし公表されていないだけでほぼ特定されていました。実はアメリカでは大谷翔平選手は日本ほどの知名度はありません。もちろんドジャースファンや野球ファンの間では有名です。大リーグがプロスポーツの中では人気がないこともあり、結婚に関してもニュースでさらっと紹介された程度でした。ただ日本のメディアから奥様を守るためにも新居は厳重な場所でなくてはいけません。そうするとゲートコミュニティが有力です。ゲートコミュニティの中に派、さらに各家にゲートがあり二重ゲートで厳戒なセキュリティがある環境もありえます。いかがだったでしょうか。今回は田中真美子さんの環境の変化を中心に見てきました。大谷翔平選手の家はアメリカのどこになりそうか、いくつかのエリアと条件を紹介しました。日本ではハリウッドに引っ越しという声が多いようです。しかし新居を購入ということになればドジャース選手に人気のエリアのスタジオシティが有力です。もうシーズンが開幕しているので今は仮の住まいの可能性が高いでしょう。大谷翔平選手と真美子さん、デコピンが平和で幸せな時間を過ごせる家が一日でも早く見つかることを願っています。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。